犯罪デッキ爆誕。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、見てくださいよ皆さんやばくないですかこのデッキ。フルパワー小脇メール作ってきました。今回もね、アンリミットデッキなんですよ。デュエルリンクスっていうのはね、本当にリミットがかかってしまった、まあ、デッキ、本当使い道がなくて使う場所がなくて、で本当アンリミットルームっていう、まあ、ルームのカスタム機能があるんですけど、まあ、そこで使うしかなくなるんですよ。で、こういうデッキのケアが全くなってないもんですから運営さんね。なんで、まあ、僕たちが救っていこうと。で今日はちょっとね、こういうねアンリミットルームとかってオイソラと簡単に作って人が集まるわけじゃないので、なんかコミュニティを持ってないといけないんですよね。自分のツイッターのチームとかでもいいし、まあ、僕の場合はうちのメンバーシップの幹部会っていうのがあって、まあ、そこで今回はルーム開いてやってるんですけど、このアンリミットルームを作って、で、昔の環境デッキを復活させてフルパワーでぶつけようじゃねえかと、そういう企画でございます。これがねめちゃくちゃ面白いのよ。なんかね、見てたってデッキの中やばくないですかこれリミットかかってるデッキ何枚あるのみたいな。カイトロイド、局所、広角、広角で 1,2,3,4,5,6,7 枚でしょ。リミット2が7枚でしょ。でリミット1が今2枚に、リミット3が1枚2枚ということで、試してみたんですよ、いろいろね。ね、楽しいですね、このアンリミットルーム意外と。まあ、こういうデッキをね、回す場所をね、公式が用意するべきだと、結構積極的に思うんだけど、アンリミットルームっていうスーパーユーザー任せのルームしかないんで、だったらもうやるしかないなという所存でございます。はい。というわけでね、早速ですね、フルパワー小脇メイルのね、デュエルの様子をね、ご覧いただきましょう。やべえことが起きます。ゴーシュッ!デュエル、スタンバイ。ゴーシュッ!ゴーシュー来ない。ゴーシューが来ないと。とりあえず、M 天気を発動。M 天気の効果によって、ウルナイトを手札に加えるぜ。これが新しい力。そして、ターン終了。ドヤ顔ターン終了。カイトロイドというかいう最強のな、カードで、お前からのダメージは、調整させてディスティルドローを発動させてもらうぜ。なるほど、あ、来た、ゴーシュート。そんな雑魚い展開して大丈夫？そうですね、これは、どうしようかな。広角、あ、でも最悪なんか、月の書とかだった場合のことも考えて、一応、ウルナイト持ってきて、で、一応、混合格効果、使っとくと、これでこのターン小脇メールは破壊されない。でこれで狡猾はケアできている。なんとね、このデッキ狡猾効かないんですよ。すごいでしょ。小脇メールの混合格とかいうね、ベイブレードをゲームから除外すれば、このターン小脇メールモンスターは効果でも破壊されないっていう最強の、効果でも戦闘でも破壊されないっていう最強の体制を得るんでね。そして小脇メールの効果を除外し、いけ小脇メールマキシマムなんて強いんだ、なんて強いんだ。お前のセットカードを破壊させてもらうぜ。タスケルトンいいだろう。タスケルトン1枚で耐えれるかな。いけー、コアキュールアイスダイレクトアタック、この瞬間タスケルトンいいだろう。狡猾だろそれ、狡猾だろ、狡猾だー効かねえぜ、ゴーシュー強すぎる。なんて強いんだこのデッキ。わろた。さあお相手の方、バンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエル3倍キースか、珍しいですね。キース、とりあえずウルナイト召喚しちゃっていいかな。ウルナイト何もしないのはマジでやばいんで、この環境で、まあ、深淵かなんか立てとくべきかな。これ一回こうしといて、でこのまま破壊されたらエクシーズしましょう。新しいね、エクシーズ召喚という力を得ましたんで、ね、そして小脇メールアイスが水属性なんで、水属性をエクシーズさんにしてる場合、こいつは打点が500かかるっていうね。だからそこそこ強い。さあ一体何デッキなんでしょうか。ドローだ、うん、行くぜ。
ほう、モンスターを、モンスター効果発動、デスサムライ、デスサムライ、デスサムライ、なるほど、デスサムライかな、バンパイアだ、無理だ、深淵に潜むものの効果発動、深淵に潜むものの効果によってウルナイトを素材を外して、これによってお前はこのターン墓地の効果を発動できない。はい、いいだろう。よし、動き止めたぞ、動き止めた、よし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 、深淵強い、深淵は強い、なるほど、あーなるほど、難しいな、あれなんだろうね、あのセット、あのセットなんだろうな、コーカスとかも全然あるんだよな、フォーカスとかも全然あるんですよね。これとりあえずウルナイト、まあ、マキシマムどうですか、なんだろうなあれで、効果で破壊しちゃうとダメなんで、あのモンスターはだからこれで、これですね、これしかないもんな、これなんだろう、フォーカスだったらもうおしまい、フォーカスだったらごめん、あエネコンか、なるほどエネコンか、はいはいはい、エネコンね、はい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 、なるほどなるほど、これで耐えてると思いきや実は耐えてないっていう話してる、コアキメールアイス召喚、アイス効果発動、はい破壊よ来たこれ奪われたモンスターは自分で破壊してやるぜ、対戦ありがとうございました強すぎる、なんて強いんだ、フルパワーコアキめっちゃおもろいわ。さあお相手の方、20代くんね、よろしくお願いします。デュエル3倍、お前の用いる最強の戦術で挑んできな、見せてやるぜネオスだろうな、リュウマドの守護者、あ反動強いじゃないか、ネオスを捨てるのか、助けるとも強えいや強えな、およそ結構考えられる理想ムーブをしているぜ、ネオスフュージョンいいだろう、だ助けるとんってかマジで懐かしくないですか、俺最近使ってねえもんこのモンスター、全然使ってないんで、現れろ、はい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 、エロメンタルヒーローネオス出てくる、でセット来る、ターンエンド OK、 セット怖えな、あ来たゴーシュート、これはこれは挨拶か、これは挨拶して、まずバックを吹き飛ばしてあざす、でゴーシュートするっしょ、ゴーシュートして助けると落ちてんだよな、助けると落ちてんだよな、助けると落ちてんのはちょっときついな、助けると落ちてんだよな、とりあえずウルナイト召喚だろ、これむずいね、えどうすればいいんだろう、だってデッドリーシーンとかしてもデッドリーシーンしても多分倒せないんだよな、アイスでしょ、でこれさ墓地効果じゃないもんね、ネオスフュージョンって確かチェーン作んないからさ深淵で止められないよね、だからこうしてまあこれで一回ネオスフュージョン吐かせる、もう一枚だと意味わかんないこと起きちゃうからもう一枚捨てちゃうと、だからプリンコと意味ない、ダイヤ意味ない、深淵も意味ない、深淵の、まあ、意味なくはないけど、まあ、そこまでワンキルは取れないもんね、深淵にしてもこれ難しいな、マキシマム出しってとりあえずこれは確定する、でマキシマムでこれあれじゃ宇宙破壊じゃない、これ多分宇宙破壊ワンキル取れないから助けるといるから、これ宇宙破壊してで混合核使ってそのままぶん殴りか、これそのままぶん殴りか、いやホープ強そうだな、ホープ出しといて攻撃を防いだらマキシマムが残りそう、お前ちゃこっちだすだね、こうだね、ここだこうだわ、こうだこうだよし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 、これでいこう、この作戦でいこう、でこれで両方とも処理で、いえで助けるとは使うか使わないか使わないで、こいつでホープの効果を使わないで、助けるとも使うかどうかで使わないかな、いやー相手ハンド3枚でしょ、でホープいてマキシマムだったらなんとかなんじゃねえかなと思うんだけどな、これもう1枚ネオスフュージョン飛んできたら結構めんどくさいことが起きるね、
まあでもホープはそこそこ強いと思う、この盤面で。さあどうする。タスケルトン1枚めんどくせえな。タスケルトンきつい。言うたらあったかな、深淵に潜むものの方が強かったかな。でもこのマキシマムが突破されたらマジで終わるんですよ多分ほぼ。あでもあれだね、ムーンライトクリムゾンフォックスの効果も止めれたから、ネオスフュージョンチェーンできるから、これ深淵でもよかったかもしんないな。今深淵でもよかったかもしんないですね。ちょっと出すモンスターむずい。今の守護者ネクロバレー、なるほど。あんまりこの環境、そのコアキメールの環境でエクシーズしたことがなかったもんで、プレイングがいまいちよくわかりません。ネオスフュージョンいいでしょう。ネオスフュージョンでこれ赤いキツネだろう多分。あキツネね、オッケー。キツネはでもね大丈夫なんですよ。キツネはホープホープで止められるんで、はい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 、オッケーです。オッケー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 。マキシマムは残る、これで大丈夫だ。マキシマムは残る。ホープの攻撃向こうのムーンバリアで2回攻撃を止めれば絶対こっちのモンスター残るんで、で次マキシマムでアクセあんのか。あさっき伏せしたやつか、なんだろうあの伏せ。でホープ効果ムーンバリア、ドアエクシーズ素材を取り除き、お前の攻撃を1回無効にしていくぜ。さあそいつの攻撃も無効にしていくぜ。希望ホープの効果発動、ムーンバリア。あの伏せなんだろうな、あの伏せなんだろうな、あの伏せなんだろうな、あの伏せなんだろうな。とりあえず混合格発動、混合格の効果を発動させてもらうぜ。いやうわその罠強すぎだろ、ふざけんなよ。無理だ、助けてくれ、助けてくれ、お母さん、タスケルトンが、タスケルトンがうざいです、お母さん。マジで無理。AD もあるやん。終わったら、人生が終わったわ。あまりにも強い。やばいやばいやばい。やばい。何もなくなってしまった。そして誰もいなくなった。対戦、ありがとうございました。アンリミットルームマジで面白いですね。皆さんもぜひやってみてください。